二人ともお幸せに。ありがとう。ゆりかさん、おめでとう。ハル、さっき見たくゴーラ顔してろよ、この幸せ者。お前こそな。次は私とリョウ様が。みんなありがとう。瞳に映る願い、こぼさぬように息を弾ませてく君へと、愛しさの春も隅におかれて、今頃はハネムーンの真っ最中ってか、まったく。私もいつか着たいな、あんな素敵なウェディングドレス。バーク、何そんな先の話してんだよ。それより、あれって今日だったっけ。春と入れ替わりに来るのやっぱ今日だったかな。よし、どんな奴が引っ越してきたか挨拶がての様子を。ニコ、ニコってどうしたの兄さん。うわぁ、夜が来るな。お前は見んでいい。変な兄さん。いや、それはな。大丈夫か、アカネ。大丈夫だけど、これって。本日よりお隣にお世話になることになりました、増田静香と申します。ふつつか者ですが、何卒よろしくお願いいたします。静香ちゃん、お前な。リョウ様愛しさにうちを飛び出してきちゃいました。睨まれるだろうな。それならご心配には及びませんよ。幸い祖父の病状も軽かったので。軽かったの、ね、お父様のことは二人で結託して黙らせましたわ。なんじゃこりゃ。クーデターにもめげず、最後まで私とリョウ様の同居だけは認めてくださらなかったのですわ。これじゃあ同居も当然だ。あら、ちょっと風通しを良くしただけですわ。きちんとドアもつけますし。あ、いや、お二人のプライベートはお守りします。プライベートってこれじゃあ。まあまあ、細かいことはおっしゃらずに今まで通りよろしくお願いしますね、リョウ様。断る。俺は今まで通り、アカネと二人で強くつつましく生きるのだ。うーん、そんなリョウ様釣れないですわ。ちょっとリョウ、カネちゃん、そろそろ行くよ。準備できた？おお、すげえ。オープン前に
話題のニュースポットが見られるなんてワクワクしちゃうね。あっちにテレビ局来てる。けどお嬢、関係者でもない俺たちがなんでプレイベントなんかに。え、ああそれなんだが、実はここの開発責任者が私の兄でな、何でも私と水原にバイトを頼みたいそうなんだ。お嬢の兄貴が。そうだ、結婚式場の CM モデルはな。結婚式場の CM モデル？俺とお嬢で。そう、キャッチフレーズはズバリ奪え。どうだ、この役にぴったりなのは君とエミホを置いて他にはいまい。なんといってもエミホなら三国一の花嫁になること間違いなしだ。当たる、この CM は当たるぞ。なおひろさま、妹可愛さのバカ兄ぶりは治っていませんわね。あの、それを言うなら兄バカじゃ。エミホ様が美しいのは認めますが、ウェディングドレスをまとって両様の横に立っていいのはただ一人。奪え愛、その役この私が奪わせていただきますわ。何？ちょっと待った。テレビに出られるのなら私だって。別に望んだ役目ではないが、よこせと言われてはいどうぞと譲るほど私はできた人間じゃないぞ。私もちょっと着てみたいかな。僕にお前もか。ここにおわすはいずれ劣らぬ美少女4人ならば、ここは公平に花嫁役決定コンテストを開催すべきですわ。な、何を勝手に。コンテストといえばまずは定番水着審査でスタートですわ。ブラボー。ミキトム以外は全員うまい。おう、4番アカネも素晴らしいが、1番鈴鹿はパーフェクト。当然ですよね。楽しい。男はどこ、女は愛嬌、可愛い水増しやピリンテスト。静かめ、今度はお嬢が圧倒的に不利じゃないか。失敬な、私とて必要とあらば。はい、今日はエミホ憧れの花嫁さんになれるように頑張ります。みんな応援よろしく。うわぁ、神来た。リゾーエミホ。どんな辛い風にも耐える体力アピール。ふわっ飛ばして怖いシュートを黙らせる必殺甘えも攻撃。お願いします、そんな意地悪しないで。お父さん、しない。そして最後はこれ、究極愛の営み対決ですわ。それでは本番、よーい、アクション。Thank you.
これだこれ。新キャッチフレーズは愛独り占めに決定だ。で勝手に決めんな。リョウ様、私感激ですわ。リョウ、将来私のファンに刺されちゃっても知らないからね。なんだか兄さんと結婚するみたい。みんな楽しんでいるんだ。そう嫌な顔するな。まあ